はい、どうもこんにちは。今撮影してるのが12月の26日、ということでもう年末ですね。はい、年末ということでね、ちょっとデッキの整理でもしようかなと思ってやってるんですけど、まあいろいろデッキを見てると、まあいわゆるハードオフとかブックオフとかヤフオクとか、まあそういったところで買ったジャンクカセットデッキですね。はい、でしかも一度も手をつけていないままずっと長らく放置されていた出来がまあまあありまして、はい、ということで、まあ今回はねちょっと軽い感じで、そういった出来続々とちょっと紹介してみたいと思います。はい、皆さんありませんかね、ジャンク品買ったのはいいんだけどね、結局手つかずのまま、ずっとこう置きっぱなしっていう出来ありませんかね。あったらぜひぜひコメント欄お待ちしております。さあ1台目持っていきたいと思います。まあジャンク品ということで、あの曲でも流しますかね。はいはい、1台目1台目はビクターの、TDV505 ですかね。はい、3ヘッドなんですけど、3ヘッドの中ではまあ入門機みたいな感じですかね。まあソニーで言ったら222クラスかな。はい、さあ続きまして今度は、マランツですね。重たい、マランツのダブルデッキ、SD515 ですね。重たいのはね、これね、多分左右がなんかこう石みたいな感じなのかな、石なのかはちょっとわかんないですけど、かなり重たい、サイドパネルがついております。ただメカはね、結構貧弱ですね。はい、重たい。さあ、3台目次。はい、これ可愛いですよね、これね。テクニクスの、なんだこれ、RS606U というデッキです。はい。すごいね、コンパクトなんですよね。で、こう、カセット入れるとこが、てっぺんについてまして。いや、これ可愛いなぁ。うん。はい。まあ、こんなデッキもね、ありました。これ何だったかな？確かこれ、あ、1000円ですわ。これ1000円です。はい。さあ続きまして、またビクターです。ビクターといったらやっぱりね右配置のメカですね。はい、これは KD の 25SA というデッキ。はい、これは機械式の、操作レバーですね。前面パネルだけはねめちゃくちゃ綺麗なんですけど、残念ながらキャビネットがこんな状態です。はい、まあそこまで、グレードは高くないデッキかなと思います。さあ次はね、これはちょっとね復活させたいなって思ってんですけど、ヤマハの K8。 はい、これね、これやっぱかっこいいですよね、このカセットを入れるところ。はい、まあ、K6 とかもそうなんですけどね、まあ、ちょっとね汚れてるんですけど、これは復活させたいな。キャビネットもまあまあ綺麗なんで、これ3300円でテープが回らないという状態です。はい、はい、続きましてはティアク、こちらは R616X というね、オートリバースデッキです。で、すごいのは DBX がついてると。そんなに高くないデッキなんですけどね、DBX もついてると。まあ、あとはバイアス調整ですね。本格的なデッキの入門としては、結構おすすめな機種かと思います。何よりね、この手軽、まあ、お手頃に DBX を、ちょっと体験できるデッキとしてね、僕はちょっとおすすめしたい一台です。はい、またまたティアックです。今度は V1030 というデッキで、これもね入門デッキとしておすすめしたい機種なんですけど、これ3ヘッドです。3ヘッドなんで、これ確か定価が4万円クラスだったと思うんですけど、めちゃめちゃいいです。音はめちゃくちゃいいです。で、中古でもねこれ確か5500円とかで買ったと思うんですけども、まああと、まあおまけもついてたんですけど、はい、で安い割にはね3ヘッドで、しかもねメカの故障率も少なくてですね、はい、なんかね構造がね結構単純で、はい、なのでもし初めての3ヘッドデッキ探しててハードオフとかにこの機種いたらおすすめなので、ちょっと覚えておくと良いかと思います。
あ、ちなみにあのビクターの KD25 から、さっきの V1030 まで、同じ日に同じ店でまとめ買いしてます。さあまたしてもティアックです。やっぱ僕ティアック派なんで、どうしてもティアックのデッキ見つけると買ってしまいますね。はい、V5010 という、まあ、真ん中のデッキですね、プラスで言ったら真ん中辺のデッキです。で V5000 の、マイナーチェンジバーかな。やっぱこれがねいいんですよ、このリッドが。5000はねちょっと安っちいんですよね、あの全部プラスチックなんで。ちょっとね、これボタンがなかったりつまみがなかったり、というデッキなんですけど、これあの5010は同シャーシなんですよね。なんで、あのシャーシだけ V5000 にちょっとあの流用しようかなと考えてたんですけど、まあその計画も、凍結しています。まああの部品取りで確保したって感じですかね。はい、なんでまあ手つかずです。まあおすすめポイントはこれですね、あの左右独立のキャリブレーション、まあティアックではおなじみな機能なんですけど、はい、これはすごいですよ。続いては、ブックオフですね。ブックオフスーパーバザーかな、で購入したもの、何台だったっけ、2台かな。はい、ちょっと紹介したいと思います。はい、ブックオフ1台目はこちらですね、ケンウトのデッキです。KX1100G かな。はい、一応ケンウトの中では一番上の機種になるんですかね。その下に、880、2ヘッドのデッキがいるんですけど、はい、これね、なんか電源入れてもなんかディスプレイも光んないし、で何も操作できないという状態で、結局手つかずになってます。はい、これね復活できゃいいんですけどね、まあ、個人的に欲しいのは880、2ヘッドの方なんですけどね、あれちょっと探したいですね。はい、もう一台ブックオフで買ってきたやつ、はい、これまだ開封すらしてないというデッキなんですけど、じゃあちょっとこのタイミングで開封してみます。開けました。はい、こちらです。またまたティアックです。ティアックのこれは、F500M2 っていうデッキですね。はい、やっぱりねこの操作ボタンを見てしまうとね、やっぱり飛びついちゃいますね。はい、F シリーズはこれが初めて、ですね、初めて買ったデッキですね、 F シリーズの中では。で、C3X と同じようにピークレベルメーターで針式、ということで、はい、なかなかこれ癖ありますよね。で、3連ボリューム、やっぱこれですね、ティアックのデッキといったら、はい、飛びついてしまいました。続いてはね、ヤフオクで買ってそのまんま手つかずになってるデッキ、行きたいんですけども、ちょっとその前に、近所のリサイクルショップで、見つけて買って、でまたまた手つかずになってるデッキ、ちょっと1台あるんで、それだけねちょっと、持ってきたいと思います。重たい。はい、これです。これなんですけどね、なんかね店員さんがね、ちょっとでもなんか緩衝材になるように、なんか段ボールを包んでくれましたけどね、実はねこのデッキね動画で紹介したんですよ、つい最近。はい333ESG です。まさかね、この近所のリサイクルショップにね、まさかこんなデッキがね、陳列棚に置いてあったとはちょっと予想外でしたね。はい。難ありの部分はね、この、やっぱりここ、ね、見ての通り、片方のウッドがないという状態なんでね。で、外観もね、まあまあ汚れててね、まあ一応、まあ部品取りとしても使えるかなということで一応ね、確保してあるんですけど、まあ、いいとこはこれですね、これ。この何このポップのステッカーが貼ってあるところでしょうかね。なんか全面パネルだけ移植してもかっこいいかもね。やばい。はい、ちょっと間を挟みましたけども、じゃあ、ヤフオクで、手つかずなデッキをねちょっと持ってきたいと思います。さあ1台目はですね、さっきねヤマハの K8 ね、紹介したんですけどね、K8 よりも。
復活させたいのが こちらですね、ヤマハの中ではこれ名機と言ってもいいのかな、初代 K1 です。これ確かどうだったかな、ヤフオクで確か千何歩で買った記憶がありますね。はい、いやこっちの方がね復活させたいですね。でね、やっぱね、なんて言ってもこれ、このガラスのリッドですよね。このガラスのリッドですよね。あ、ちなみにあのオープニングムービー変える前は、実はこのデッキ使ってました。あのこのカセットを入れるシーンとメーターのシーンですね。はい、このデッキを使ってました。これね、やっぱこのデザインはねかっこいいですね。はい、これはちょっとぜひとも復活させたいです。このデッキのヘッドって何ちゅう名前だったっけ。これかな、このピュア&プラズマプロセスヘッドって書いてあるんですけど、まあK1B、 これのブラックバージョンを、まあ前に触ったことあるんですけど、確かそれね結構良かったんですよね。さあ、ヤフオク2代目なんですけど、実はこんなデッキもね手つかずのままになってるんですよね。はい、これもう有名なデッキですね。はい、37です。これなんで手つかずになってるかというと、まあ理由がねちゃんとあるんです。これ実はあの取扱説明書が欲しいがために、わざわざこのデッキのセットで、なんぼやったっけな、やっぱ3万なんぼだったかだと思うんですけど、はい、デッキと説明書のセットを落札したという、そんな、デッキになっております。どうすっかな、これちょっとね、正直ね、これ困ってるんですよね。もう37、あの僕1台ね、あの今貸し出し用に今使ってるんで、まあ部品取りって言っても、もうこれそのまんま復活させちゃった方がいいんですよね、きっとね。はい。これ何年生やろ、これは、81年生か。だからまあ真ん中辺に作られたやつか。さあ、ヤフオクはこれで、最後ですね、3代目。はい。これもね、あの、これ多分ね、通電すらしてない。プチプチ被ったまま。はい。通電すらしてないんですけど、これ何のデッキかというと、これは結構マイナーなデッキかと思うんですが、はい。これ知ってる人は結構な、マニアじゃないかなと思いますね。はい。わかりますかね、これで。どこのメーカーか。はい、これね、あのパソコンで有名な NEC です。これ NEC のカセットデッキなんですね。はい、 NEC のカセットデッキってまあ見ないんじゃないですかね。はい、たまたまこれヤフオクに出てて、なんかねこんな珍しいデッキが出てますよって確か教えてもらったんかな。それでまあ1500円だったと思うんですけど、まあなんならじゃあ買っちゃえみたいな感じで、まあノリでちょっとね買っちゃった感じです。意外と奥行きもでかいと。はい、裏はねこんな風になってます。あ、ディンターシもついてるね。おー、80年代のデッキだと思うんですけど、あ、違うわ、1978って書いてあるけどな、ほんとメタル初期のデッキですね。はい、こんな珍しいデッキも、手つかずのまま残っております。はい、ということでね、ざっと、ハードオフ、ブックオフ、近所のリサイクルショップ、そしてヤフオクですね、で買った、デッキで、しかも手つかずなデッキですね、ざっと紹介してみました。まあね、どうしてもね、なかなかね、時間が取れないという理由ですね。はい、そういった理由で、どうしても手つかずになってしまってるという状態で、なんでまあそうなってからは最近はあんまりジャンクデッキ買わないですね。買わないんですけど、まあそれよりもね、あの25日に上げた動画のように、もう本当に狙いを定めて、もう極上品に狙いを定めて、もう自分の足で取りに行くっていう方法かな。にね、なんかね、酔いしれちゃって、味を占めてしまってね、もうその方法で今は、やるとしたらやりますかね。はい。ちょっとだいぶ、デッキのゲットの仕方もね、だいぶ変わりましたね。で、僕がね最近ハードオフとかブックオフあまり行かなくなったのはですね、これ多分皆さんあるんじゃないかな、フラッと寄った時に限ってなんかすごいデッキが置いてあったり
時ありませんかね。これをね、やっぱりこれに遭遇してしまうとどうしてもね、その場から離れられなくなってしまうというね、そういったことが何度かありましたね。まあ、さっきのそのティアックの F500M2 がね、そうだったんですけど、まあ、結局こう衝動買いしてもね、こう手つかずになってしまってはね、ちょっとあれなんで、はい、なんで最近はそういったことにならないようにあんまり行くのは控えてますね、うん、ただね、たまに行くと面白いですよね。はい、じゃあここからはちょっと雑談みたいな感じでお送りしていきたいと思うんですけど、まずね、話すテーマとしては、これは結構でかいニュースだったかなと思うんですけど、あれ、クロムテープ。はい、タスカムがですね、なんかオープンリールの、まあ、リールカセットのタイプの、クロムテープを、発売するというニュース。皆さんご存知ですかね？なんか、ね、ヤフーニュースとか、グーグルの、なんだろう、トップページになんか出てきた方もいらっしゃるかなと思うんですけど、はい。結構ね、これは、お、来たかと。はい。クロームテープね、タスカム、ただやっぱね、実は言うと、あと、ATR マグネティクスというメーカー、まあ僕が昔、まあ昔といってもまあ、何年ぐらい、3年ぐらい前かな、クロームテープ買ったことあるメーカーなんですけど、そこからもね、同じような、リールカセットのタイプで、クロームテープがね、もう発売されてます。はい。で、もう一個ね、その、クロームテープで、もう一個ね、安いバージョン、リールタイプになってない、普通のこういうハブの、タイプでクロームテープが入ってるもの、っていうのもありましてね、これね、なんかね、ゴールドシリーズとシルバーシリーズとかってね、展開されてまして、これね、互換セットで販売されてるんですよ。はい。うん。これね、なんか性能、スペックもね、画像で、乗ってまして、あったちょっとね、今ねこれATR マグネティクスのねホームページ見てるんですけど、ゴールドシリーズっていうのがリールタイプのカセットで、でシルバーシリーズっていうのが、まあ、こういう普通の、ハブになってるタイプですね。これはシルバーだと、あ、1本でも買えるのか、1本だと高えな、10.95ドル、高いな。互換セットだと49ドル75セント、50ドルですね。50ドルだから、まあ、結構するね1本10ドルか、なかなかしますね。でゴールドの方は、うん、互換セットで買うとこんなんね、95ドルですよ結構しますね。いやー、まあね、リールカセットって言うとね、前、なんだっけ、渋谷の東急ハンズで買ってきた、ね、前紹介したんですけど、ちょっと待ってね、持ってくるか。はいはい、これね、これ。これとね、そっくり。ここのね、ブリッジの形状もね、すごいね、そっくりだったんですよ。画像を見てみると。うん。だから本当にこれがあれなんでしょうね、多分。試作品なんですよね。これが、量産されて、まあ、いろんなブランドで発売されるといった形になってるんですかね。はい。で、スペックは、これ ATR の、商品ページに載ってるんですけどね。多分これ、タスカムのやつも同じじゃないかな。あとね、なんだっけ、ナショナルオーディオカンパニーかな。そこも、クロームテープ、出してまして、まあ、情報によると、なんかそこのテープを使ってるだとか、なんか、聞きましたけど、ね、一応ね、こう載ってるんですよ、これね。なんだこれ、保持力540、これは、L ステッドか、単位は。で、時速密度1700ガウスっていう風になって、てるんですけど、まあね、数値だけじゃなんともわかんないですよね。なんか一応周波数ごとにどれぐらいのテープ感度があるかっていうのはね出てるんですけど、一応ね SN 比はね60デシベルって書いてありますね。はい、まあ興味ある方は ATR マグネティクスのホームページ、まあ概要欄に貼っときますかね。ぜひ見てみてください。
まあ、ちょっとね、あと、そうそうそう、忘れちゃいけないのが、磁気研究所さんも、クロームテープをね、まあ、開発っていうか、まあ、そろそろじゃないかな。なんか、そろそろ、もう、来年からね、発売されると思うんで、来年はね、ちょっとクロームテープで、なんかちょっと盛り上がりそうな気がしますね。はい。楽しみです。はい。まあ、あとね、ノーマルテープだったら、このフォックス。フォックスと、まあ、あとね、ATR のさっきのね、やつも欲しいんで、まあ、ちょっとまた、なんか輸入するときに、ね、ATR のノーマルテープもね、ちょっといろいろ買って、いろいろ、まあ、あと、その他ものももろもろ買ってみたいと思いますね。はい。まあ、一応、じゃあ、ちょっと大きなニュースはこれくらいかな。あとは、まあ、あとは、まあ、そんなに、重要じゃないというか、まあ、本当に興味ある方とか、まあ、いつも見てくださってる方向けのお話になるんですけど、じゃあちょっとね、まずじゃあ、これいきますか。これね、実は、これ布になってまして、背景布ですね。これ、アリエクスプレスで買ってます。はい。これね、5000円ぐらいだったかな ?5500 円ぐらいだったかな。はい。国際郵便で1ヶ月以上かかりましたね、届くまでに。こんなのが売ってるんですよ。これな、そうそう、カビだらけの MAR が気になるって言ってましたけど、これかな?これ。なぜこんなカビだらけの MAR がね、映ってるのかが不思議なんですけどね。なんかこれとかね、もうソニーですよね、完全に。はい。実はね、こんな面白いものをね、アリエクスプレスにはね、売ってますんで、面白いですね。はい。さて、ちょっと次は、僕いつもこれ着てるんですけど、冬はこれなんですけど、夏だとね、まあ、見てくださってる方だったらわかるんですけど、青いカセットが書かれた T シャツ?はい。あれはですね、まあ、ブランド品じゃないですけど、まあ、鬼塚タイガーっていう、まあ、スニーカーで有名ですかね。あれは僕結構、好きで、で、たまたまね、これがね、出てきたんですよ。これです。まあ、ちょっと、まあ、ユニフォームじゃないですけど、まあ、それで、ちょっとね、買いまして、で、まあ、それが、ちょっと、衣装になってるっていう、そんな感じですね。はい。鬼塚タイガーはずーっと、もう、スニーカーはずーっと履いてますね。うん。なんだろうね、なんかね、なんか好きなんですよ。多分ね、ストライプが好きなのかな。うん。はい。まあ、そんなところかな。あとはね、まあ、それぐらいかな。今ね、これ、A450 と、デンスケかな。うん、動かしてますけど、うん、最近は本当にね、これはまあ、完全にプライベート用なんですけど、まあ、これは生録用で、これはまあ、家で聞く用かな。うん。本当ね、古いデッキになってきましたね、だんだんね。はい。そんなところかな。はい。もう終わりですね。2021年ですか。はい。ティアックの、今新品で製造されているフルサイズデッキ。あれもういつ製造終了するかね。ちょっとね、気になりますね。本当ですね、製造終了するまでに、やっぱ一回は新品で買っとくべきかなっていうのは、ちょっと思ってますね。はい。なんかね、一台ぐらい、やっぱ僕、やっぱティアック好きなんで、買うべきかなーってね、はい、ちょっと思ってますけど、来年ちょっと考えようかな。はい。あとは、あ、思い出した。今、オープニングムービーありますよね。あれ、まあ、最近変えたんですけど、うん。あれですね、ちょっとまあ秘密じゃないですけど、実はあれよーく見てみると、中に超高級テープが潜んでます。はい。まああれ、実は僕の、なんだろう、持ってる、まあコレクションじゃないけど、まあ買い集めたものを、まあ、ダーッと床に並べて、で、まあ画像を写真で撮って、で、動画編集ソフトでね、まあちょっとこう、なんだっけ、こうパンかな。うん、その、エフェクトを入れてって作ったんですけど、はい。ちょっと、良ければね、一時停止して見てみてください。本当にね、今、中古で言ったら本当にね、1万円じゃ買えないようなテープも、潜んでおりますので、もしよければね、探してみてください。はい。
はい、まあそんなところでしょうかね。あのもしね、まあもう本当ここまで見てくださってる方はね、きっとね、あのいつもご覧くださってる方なんで、本当にね、あの、今年もね見てくださって本当にありがとうございました。あのまあ僕はね、どっちかというとあんまり流行りの情報を収集するのはね、あんまり得意じゃないんで、もしなんかその最新情報を皆さんでご存知でしたらね、ちょっとコメント欄にね書き込んでいただけると、またもしそれがね大きいニュースだったらで、ちょっと動画で喋ったりだとか、したいと思いますんで、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、それでは、ここまで見てくださって本当にありがとうございました。2021年の動画はこの動画で、締めくくりたいと思います。まあ、正月はまあ毎年恒例、僕ね初日の出行くんですけど、寒い中、日没じゃない、日の出前の、何時かな、まあ夜中の、まあ、3時とかに家を出て、寒い中、自転車を漕ぎます。はい、これが、毎年恒例になっております。はい、じゃあ、ちょっと、まだ、今、もう一個お知らせ忘れてました。これ、あれですね、お正月、テレビ朝日の、お正バズ TV という番組があるんですけど、その、制作担当の方からちょっと連絡がありまして、僕が撮影した映像ですね、それをね、ちょっと提供しておりまして、もしかしたら、ちょっとカットが、うちの映像がね、映るかもしれないんで、ぜひよければね、お時間ある方はぜひテレビ朝日のお正月 TV 何時からだっけ、確か正午だったと思うんですけど、はい、12時、お昼12時からの番組だったと思うんですけど、お時間ある方はぜひご覧いただけると、幸いでございます。はい、お知らせでした。はい、では皆さんね、いい年迎えてください。来年もね、変わらず動画作っていきますんで、よろしくお願いいたします。それではまた。